8回までゼロ更新の八代東は9回表ツーアウト三塁で6番坂本がライト前へ執念のタイムリー、1対1の同点となり延長戦に持ち込みます。しかし延長12回裏、八代東ワンアウト2塁のピンチで八代第一のセカンドランナー田口はサードへ盗塁、キャッチャーの送球が逸れてしまい田口がサヨナラのホームイン。八代東のエース上野は2安打しか許していないだけに無念の敗戦です。